初めの方に行きまして、カーシュアル規格金という話を、はい、していきますでは、早速見てみますけどね、このカーシュアル規格金ということ自体はね、基本的には会計特有の考えですから、会計特有で、だから日常的には出てこない話です。基本的に、日常的にこの話が出てくるのは失礼ですよね。失礼でね、だって貸しられてねえのに貸しられても仮定してんやんすからね。そうやね、10万貸して 2% 買ってこねえかなって言ってるわけですよ、ね、非常に失礼な話だ。日常的にはもうないですけどねまあやってる人もいかわかんないけど、あるかもしれんけど、まあ会計的にはもう普通にやりますからね、そういった話です。じゃあ早速ね。